嫉妬みたいなところって、結局本人がその言っちゃってる本人が怠けてるかどうかの差やと思うんですけどね、うん、だからな、入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。学びズムの中桐です。吉田です。こんにちは。こんにちは。はい、今日の質問は、はい、受験勉強にライバルは必要ですか。なるほど。これもう答えは決まってるでしょ。答え決まってますし、多分分かってるでしょ。せーのでいきますか。はい、せーの、必要です。はい、いますね、これは絶対いるでしょ。絶対いる、まあいた方がベターだなっていうところですかね。そうですね、はい、今、まあライバル、そうですね、まあちょっとライバルっていう言い方は難しいかもしれないですけど、自分がこういうレベルまでいけたらいいなっていう、まあ、理想像的な人っていうのはやっぱ近くにいてほしいですよね、はいはいはい、なるほど、うん、なるほど。まあ僕の高校は、僕が国公立志望だったっていうのがあって、まあそのクラスで固まってるんですけど、大体その志望校同じような人とか、はい、バケモンやっぱおって、うん、何それみたいな。おった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 っていうのを見てると、そのやっぱ圧倒はされるんですけど、やっぱそういう人ってなんか変なテクニックを使ってるとか、その小賢しいことをしてるとかって一切なくて、うん、やっぱそのやるべきことをコツコツやってて、それが力になってるっていうのが、うん、やっぱそうなんですよね。そうですね、王道ルートというか。だからそういう自分もそういう風なことができたら成功に近づけるなっていう状態の人が身近にいる環境っていうのが、うん、やっぱ一番理想的ですね、うんうん、なるほど。僕はそうですね、逆にどれベッスかね、うん、あまあ、だから敵、好敵手っていう感じがほんまに当てはまる友達は 2人ぐらいいて、うん、その子らとほんまに日頃英単語の出し合いしたり、数学の問題の字が早く解けるとかあったよな、懐かしい青春でしたっていう、まあそうですね、いいライバルはいました、うんうん、で結果的にその子ら3人とも同じ学科を受けるっていうところで入試でも勝負することになりました。なのでめちゃくちゃ僕を奮い立たせてくれる存在やったなと思います、うん、はい、で受験勉強にライバルは必要ですかっていうところと、そうですね、ちょっとすり替えるんですけど、うん、さっき拓也中桐先生が自分がこうなれたらいいなみたいな理想像がおったというところを聞いて、うん、ああなるほど、じゃあこれちょっと話さなあかんわと思ったところが一点あるんですけど、ここでさっきみたいに僕のクラスにも言いましたけど、やっぱズバ抜けてるやつとかって、うん、学校っていう集団を見てもそうですし、多分行ってる塾とか予備校でもそういうやつってやっぱ大概いるんですよね、うん、でそこで感じる感情が、なんていうんですかね、あいつはまあ天才やからとか、ちょっと卑屈になるのはそれは受験生として健全な精神状態ではないよっていうことをほんまに力強く言っておきたい。ダメですね、そういう卑屈というか、まあ変な言い方で嫉妬みたいなところって、結局本人がその言っちゃってる本人が怠けてるかどうかの差やと思うんですけどね、だから怠けるものはやっぱり不満を語る傾向にあります。それはもう本当に毎年受験生見ててそう思います。あいつはできるからとか、あの子たちはもともと賢かったらとか、やっぱそういうことを言う子の結果って大体悪いです。そうですね、うん、なぜかというとそういう子はやってないからなんですね、うん、けどめちゃくちゃやってる子は、さっき高谷が言ってたみたいに、高谷めっちゃやってたからそういう理想像がおった時に、変になんかあいつはもともと天才やからとか、そうならずにその子を目指すっていう、方向で精神状態を持っていけるんですよ、いい方向に、うん、なのでそういう子がもし近くにいたら、もしかしたら思っちゃってる人いるかもしれません、そういうちょっと嫉妬的な感情を、ではなく、そうなれるように自分をもっと鼓舞していってください。もうやるべきことやりまくってやりまくって、もうこれ以上やることないわってなってから初めてそいつはもう天才やからとか、そういう天才とかいうくくりだけで言葉を解決してください。そうですね、うん、まあ、僕も最初にバケモンみたいなやつって言ったんですけど、はい、まあ、それはあくまでその受験勉強っていう枠組みにおいてなんで、うん、やっぱね、その大学受験たかが、うん、まあ、範囲決まってる試験の中で、その、まあ、天才っていうのはそんないないですよ。そんなですよ、ほんまに、うん、結局やることやってることなんですよ。そうですね、ちゃんとやったかどうかですね。はい、はい、はい、じゃあ、まあ、ライバルは必要ということで、はい、必要ですね、この動画は終わりにしたいと思います、はい、動画がいいねと思ったらいいねを、質問の方はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。